こんなにね降ることないんですけど、名古屋。だが頭文字の人、かわいい、ありがとう。今年は本当にね、おかしい、おかしいっていうかね、なんかもう例年にない。名古屋に来て3年目、4年目になるけど、だが頭文字の人、かわいい、ありがとうございますなるけど、こんな結構なんか吹雪いたりとか、こううっすら積もるだけでもなんか珍しいですね。これまで SKE 入ってこっちに引っ越してきてから、こんなにしょっちゅう雪降ったり吹雪いたり積もったりっていうことはねなかった。たまに降ったり、まあ積もったりみたいなのあったけど、こんななんか1ヶ月とか2ヶ月のうちに何回も吹雪で風強かった、田舎で雪降ってたり積もったりってことは本当にないから、今年はちょっと名古屋寒いですね。本当にね、寒いよ。そう、本当寒くて、もうね冷え性なのでね、辛いです、毎日が。もうね、なんか手はね、なんかギリ温められるんですよ。なんかあったかい飲み物とかコンビニで買ったりとか、カイロ持ってったりして、こうポケットに手を突っ込んだりとか、こう腕を出さないようにしてカイロを持って歩けば、なんか手は冷えないというか、手はなんか大丈夫。そう、手はなんかギリあったかくできるけど、足はさ、そうもいかないじゃないですか。そうそう、だからさ、足とかはもう一回冷えたらもうね、もうダメだからね。だが頭文字の人、ハートありがとうございます。そうなんです。だからもうね、寒いしね、一回外に出たらもう一回外に出たらもう全身が冷えるから、その日夜お風呂に入るまではずっともうダメなの。 M が可愛い、え、 M が頭文字の人、可愛い、ありがとう。 F が頭文字の人、猫ありがとう。 O が頭文字の人、ピーナッツありがとう。そう、もうね、家出た瞬間にもう体冷えたらね、もうその日一日もうお家に帰ってきてからお風呂に入るまでもう死亡。寒い。でももう2月もね1週間終わりましたし、もう3月になってくると徐々にね、まだ寒いと思うけど、こんなにねありえない寒さではなくなると思うから、それを楽しみに今は生きていますうん、3月になったらなんかちょっとだけ、なんか日中だけでもなんかポカポカしますよね。3月とかはまだ朝とか夜とかは普通に寒いけどさ、なんかお昼とかさ、あったかくてなんかちょっとポカポカするなみたいな季節になるから、3月が来るまでがちょっと勝負ですね。だからあと1ヶ月ですけど、でも2月は28日までしかないじゃないですか、1ヶ月がね。だから28日我慢したら3月になるって考えたら、今日は2月の8日かな、今日は違うな6日かな、2月の6日なので、あと21日ですね。あと21日、6日か、21日、耐えて頑張れば晴れて3月になって、
春が来ますのでね、それを楽しみに生きていきましょうということなんですよ。たがか白文字の人、ファイトありがとうございます。そうそうそう、春っていいよね。私はすごい春が好きです。かつがか白文字の人、いいねありがとうございます。なんかさ、一年の中で、あ、絵がか白文字の人、手紙ありがとうございます。なんか一年のうちにさ、なんか季節の花、花っていっぱいいろんな花があるじゃないですか。そう、いろんな花があると思うんですけど、なんか春に咲く花が一番可愛い、あの花いっぱい咲く気がするんですけど、夏よりも秋よりも冬、冬はあんま咲かないけど、春夏秋冬って考えた時に、なんか春が一番可愛い種類の花が咲くからね、それもね結構好き。佐賀かしら文字の人、ピーナッツありがとうございます。そう、桜の花びらも可愛いけど、なんかちっちゃくて可愛い花がたくさん咲くじゃないですか、うん、だからね好きです。春がなんかポワポワした花が多い気がする。そうだからね、春のなんか花が一番好き。そう、色合いもなんかパステルカラーみたいな感じ。そう、レンゲソウとかタンポポとか、そう好きなんですよね。こういうなんか柔らかい系のね花が好きだから、春が一番いいなって思います。うん、好きなのはね、そう、タンポポとかレンゲソウとか、そういうなんかポワポワした花が好きなんですよね。いろんな花の種類があるけど、桜とか、ね、かわいいよね。色も形もかわいくて好き。春の訪れは暖かさと同時に花粉が来る。確かに花粉はね、私は多分大丈夫ですね。あ、なんかちょっとくしゃみとかは出るけど、そんななんかそんなではない、そんなではないですね私は。でも私はくしゃみとかが出るっていうよりかは目がかゆくなる、ちょっとだけいつもより。そう、いいがかしら文字の人、ハートありがとうございます。うん、でもまあアレルギー検査してないからさ、わかんないけど。というかなんかさ、最近知ったことなんだけど、血液型って変わることがあるらしいの。赤ちゃんの時に調べた血液型って、なんか大人になってから変わることがあるらしくて、私ってもしかしたら A 型じゃないのかなって最近ちょっとだけ思い始めたんですよね。だから血液型調べたいんだけどさ、別に血液型何型でもさ、なんかいいというか、そう、なんか血液型調べるにはみたいなのをね、ネットでね調べたら、血液型は別になんか知ったところでみたいなのが出てきて、確かにそうだなって思ったりとかして。そうそうそう、しがかしら文字の人、猫ありがとう。みやかしら文字の人、ハートありがとう。そう、なんか血液型別に知ったところで普段から使わないので知らなくても困りませんみたいな。そう、なんかもしなんか輸血とか献血とかなった時にはもう病院の方が先に調べてくれるから、普段から自分でね、こう行く必要はありませんみたいに出てきたからね、別にいいね、じゃあまあ A 型でいいかって思うんだけどね。いや A 型なんですよ、 A 型なんですけど、なんか A 型なのかなって思うんですよね。なんか自分の性格とかさ、まあ、でも A 型、確かに A 型は A 型なんですけど、
なんかちょっと雑なところとかねたまにあったりするからさ、 A 型なのかなって思うんですよね。そう、なんかこう前とかも話したけど、ご飯作る時に醤油何も考えずにドバドバ入れたりとか、そういう雑なのって A 型の人ってあんまやんないのかなって思うから、もしかしたらなんか違うのかなって思ったりもするんですけど、映画頭文字の人、レインボースターありがとうございます。そうそう、なんだけど、でも A 型なんですよ。なんか物綺麗にこうリモコンとかすごい並んでないと嫌だし、部屋も常に綺麗にしてないと嫌だし、埃とかもすごい気になるから、A 型にしかねこう当てはまらないんだろうなって思うんだけど、でもなんか砂糖とか醤油とかご飯作る時もいいやって言ってバタバって入れちゃったりとか、測らずにやっちゃったりとかあるから、なんか A じゃないのかなってちょっとね思うんですよね。でもなんか血液型のなんかこう診断リストみたいなのあるじゃないですか。なんかよく小学生とかに流行るやつ、なんか A 型は几帳面で、そう、なんか O 型は楽観的でみたいなあるじゃないですか。そういうやつ、私 A 型のやつに全部当てはまるからさ、 A 型なんだろうなとは思うけど、でもこれはあんまり関係ないのかな、もはや性格なのかな。そうでね、ちょっとね思ったりとかしてね、そうそう、でも AB って結構点なんだろうな、あ、賢い人が多いと思うんですけど、私は賢くないから、グが頭文字の人、猫ありがとう、字が頭文字の人、お花ありがとうございます。ね、よくわかんない。でもさ、あのパパママがさ A型だったら A 型の子しか生まれないよね。そんなことないのかな、おじいちゃんおばあちゃんとかがそれだったら変わってくるのかな。いや、おじいちゃんおばあちゃんの血液型知らないな。でも私はパパママが AA なんですよ。だ AA で、そう、パパママ AA で、フユッピ A で、フユッピの妹も A なんですよ。そう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 、家族全員 A 型なんですよね。おじいちゃんおばあちゃんは分からないけど、字が頭文字の人、レインボースターありがとうございます。あ、 O が出てくることもあるの？ A から。やっぱでもね、性格なんですかねこれはね。そうそう、うん、タガ頭文字の人、花ありがとうございます。キア頭文字の人、猫ありがとうございます。私は大寄りの A。 大寄りの A、 何それ、大寄りの A とかあるの？ AO だと O になる。 AO、 AA か AO、 え、それはちょっと分かんないな、そんなのがあるんだ、わかんないな。え、それって A 型の中にも細かく分類されてるってことなのかな。そういうわけではなくて、 A 型、 B 型、 O 型、 AB 型の中でまた細かく分かれてるっていうことなんですかね。それは4種類しか知らなかった。わかんないや。まあでもこれはもう性格なのか。あ、でもすごい、どうでもいいんですけどね。どうでもいいんですけどね。なんとなくこう時間ができた時にね、なんかちょっとそうご飯とか作ったりとかするのとか思って、不意に思って、自分はんって思って。
かんないや。まあでも A 型なので、ね、A 型なんですけど、でも全部の性格が A 型だからって当てはまったらこの世にいる人全部そうなるから、まあ違うのかなって思うんですけど、だからまあどうでもいいんですけどね。まあ A 型ですね。ふと気になっただけ。コアカシラムネの人、猫ありがとうございます。まあでもね、普通に調べた時に A 型って出てるから、まあ、A 型なんですよA 型なんですけど、なんか変わるよ説みたいなのをなんかネットで調べたら出てきたので、確かに変わったのかなって一瞬思ったんですけど、でも A 型ですね。 A 型で生きていきます。でも O 型が良かったかな、自分的には。 O 型ってちょっとさ、珍しくない？いがかしら文字の人、レインボースターありがとうございます。大型珍しくない？なんかだから大型いいよね。私は大型になりたかった。なんか A 型ってなんかたくさんいるイメージがある、まあ、国とかにもよるかもしれないけど、 A型とか B 型はねたくさんいる気がする。あと AB はよく聞くね。 AB とか O とかはそんなにたくさんいる感じはしないじゃないですか。うん、だから私は大型になりたいですね。大型オーラか、でも確かにねそう思う。大型の人ってすごいなんかこう、なんだろうな、物事を広く見てあんまりこうキツキツに考えないイメージあるかもしれない。いいよね、素敵な血液型だと思う何の話何の話。日本は A 型多いけど世界は O 型も確かに。でも確かに日本人ってなんか A 型感あるよね。まあ何型でもいいんですけどね別にうん、何型でもいいんですけど、なんとなく思った次第でございます。最近なんとなく最近思った次第でございます。なんかさ、ショールームのがこの辺に手やるとすごい飛ぶんだけど、なんでだろう。どうかしら文字のピーナッツありがとうございます。なんでもいいんですけどね。なんでも A でも B でも C でも D でも E でも。なんでもいいんですけどね。O が多いんだ。なんかでも O 型そんな聞かないイメージあるけどね、自分が生きてきた中でかな。知らなかった。何の話をしたか。血液型の話か、そっかそう、不意にねなんか思ったんですよねまあでも血液型はが全てっていうか、やっぱ性格なんですかね。私は
まあ頭文字の人ハートありがとうございます。こんばんは、サイン会あさってだよ、申し込んだ楽しみ。嬉しい、ありがとうございます。サイン会楽しみだね。私も楽しみです。パチパチ。そう、明日からサイン会は始まって、私は明後日から参加させてもらうので、明後日からっていう言い方が違うな、明後日参加させていただきますのでね、応募してくださった方本当にありがとうございますという感じです。リアルタイムで見れないけどアーカイブで、あ、ぜひこっそり申し込みして、そう、みんな申し込みしてくださってね、本当に嬉しいです、ありがとうございます。心を込めてやりますのでね、よろしくお願いします。ちょっとそれまでに爪切らないとな、あの手肉がね爪に入るとね大変なんですよ。そうそうそう、24歳、23歳やねん。23歳やねん。そう、あさって8日、そう8日です、8日なのでね。あとね、いつもなんかサイン会と手が高いね、なんか記憶が正しければ、何なんかなんだっけな、午前の部と午後の部みたいなのあるあったじゃ、あるじゃないですか、サイン会って。今までね先の部の方だった気がするんですよ、嘘だったらごめんなさい。今までずっと先のお昼からやるね方に参加 してたと思うんですけど、今回は夜の部というか、そう、夜の方、夜の部なので寝ないように頑張りたいと思います。そう、あんまりでも前、もう前のことなので、もしかしたら夜の部やったことあるかもしれないんですけど、なんかなんかなんかそう、夜の4時から始まる方なので、そうなの、4時から始まる方なのでね、終わるのが何時になるかわかんないですけど、けど夕方なので、そう夕方なので、夕方4時からだから、でもその中でもね細かく分かれるよね、2個に分かれるよね、サインとか手形も。そこの部の人全員一緒じゃなくて、同じ部の中でも前半と後半があるから、結構長い時間やるような気するんですよね。うん、なのでちょっと分かんないんですけど、うん、ないんですけども、16時、そうだよね、19時だよね、遅いんですよ、夜なんですよ、寝るって21時終わりなんで、もう遅いね、夜だ。カツが頭文字の人ファイトありがとうございます。夜やねん、夜やねん。そうだよね、21時寝ないようにしよう。最近もう寝ぼすけだからすぐ眠たくなる。
なの。だからちょっと寝ないように頑張らないといけませんね。21時はね、夜やね。頑張って起きたいと思います。頑張って起きたいと思います。ファンの人も寝ないように頑張らないといけない。私も寝ないように頑張らないといけない。みんなで寝ないように頑張らないといけない。我が頭胸の人かわいい、ありがとうございます。すが頭胸の人猫ありがとうございます。そうそうそう、今日日曜日ですもんね。みんな明日から月曜日頑張りましょうね、一週間。なんか時過ぎるの早すぎて、土日来るの早いし、土日終わるの早いし、月曜日来るのも早いし、明日から月曜日一週間頑張りましょうね。来週は金曜が祝日。来週の金曜の祝日は何があるの？何の日なんだろう、わからない。来週の金曜ロードショーは何だろう？今週は何だったのかな？なんか記念の日があって、来週の金曜日はなんか祝日らしいですね。わかんないな。2月に記念日なんかあったっけ。今週はゴーストバスターズ。あ、今週はゴーストバスターズでしたか。今週はちょっとね、今週というかね、今回の金曜日はね、なんだっけな、オリンピックの開会式を見てたから見てなかった。いや、オリンピック明日超気になるんですよね。明日決勝なの。そう、今日は日曜なんでブログ上げてくれるのかな。あ、もう上がってます。あと、もうツイートしてるからリツイートしてね。今月は2回祝日がある。金曜建国記念、日本ができた日みたいなことかな。もう一回はなんだろうね。そう、オリンピック楽しい。明日フィギュアスケートの決勝あるから、すっごい楽しみ。そう、今日は男子のフリーだったんですけど、18歳の選手がもうめちゃくちゃ1位だった。素晴らしい演技をされておった。すごかった。18よ、もうフサンの5個も下なんだけど。明日九州スポーツ、そうなの。明日ほにゃほにゃ、何情報だ？何情報だ？
みんなはどこでその情報知り得たんだ。公式スケジュール。知らなかった。明日？公式スケジュール。知らなかった。あるある。あるあるが起こっているね。今あるあるが起こっている。2月なのか。公式サイト。ちょっと待って、重すぎて見れないや。重すぎて見れないや。公式サイトに見つけたの。初知りですね。本当に明日？はにゃはにゃ。びっくり。今知った。明日なんだ。明日なのかな。私はちょっと何も聞いてないから。どういうこと。ウェブじゃなくて何になるの。ちょっと待って、一回切って確認していいですか。ちょっと確認してみるわ。ちょっとなんか何が、ちょっと一回切るね、ショールーム。ちょっと一回確認してみるね。一回確認してみます。一回切ります。一回切ります。はい、ちょっと確認してみます。失礼します。